皆さんごきげんよう、てるてる百貨店の時間になります。えー、っとですね、今日は、えー、っと、まあ、ちょっとおもちゃ屋さん行って、模型店行って、えー、っと、こんなの見つけてきましたので買ってきました。えぇ、ー、マ、まあ、ジンカイザーになりますね。で、これ何かっていうと、えー、っと、SD と CS って形で、えー、2つのタイプが、えー、選べるようになっております。 はい。えっ、ー、とですね。こちらですね。マシンカイザーの、えっ、ー、と、ナンバー03になります。はい。で、えっ、ー、とですね。こちらにありますね。詳細は。はい。SD タイプ、えー、スーパー、えー、ディフォルメモードと、あとは、えー、クロスシルエットって形ですね。これ、えっ、ー、と、ガンダム、 もうクロスシリーズってえクロスシルエットシリーズってことで出ているんですけどえっ、ー、と何かというとですねまあ大体あのガンバンダイのガンダム SD ガンダムについてはこういうあれですねちょっとえっ、ー、と可愛い,い形の、えー、スタイルのものがあるんですけど、えー、クロスシルエットっていうのが何年か前から出始めましてこうですね手と足が長いんですねで全体的に えーまあ、デフォルメされたキャラクターではあるんですけど、えー、こっちの SD と違って若干クロスシルエットの方が手足の方が長くて、えー、スタイルがかっこいいといった形になりますあとは全体的には変わらないんですけどやっぱりこっちの SD タイプと違ってこっちのクロスシルエットの方がですねこういう手足の、えー、こういうですねポーズが決めやすいと。 まあ当然のことだと思います。はい。えーとですね。で、こちらですね。はい。えーと、ランナーの紹介ですが、えっ、ー、と、こんな形ですね。これが、えー、黒のランナーですね。で、あと、こちらが、えっ、ー、と、同じですね。同じ黒のランナーですね。で、あとは、えー、まぁ、あ、マジンカイザー,、えー、マジンガー Z ですね。 この背中の羽は赤が特徴的ですね。えっ、ー、と、あとこちらですね。こちらが全体的なランナーになります。まあ、黒のところは黒、黄色のところは黄色って形で色分けされているんですけど、若干ですね、この、えー、マジンカイザーの特徴である、えー、ソードですね。大きいこの刀に関しては、えっ、ー、とですね。まあ、こんな形で。 シールになってますね、全面的ななのでちょっとこの部分はですねちょっとシールで作るよりかは、えー、塗装した方がいいかなと思っておりますあとはですねやっぱこのクロスシルエットシリーズまあ関節あとは体の中のボディですねボディパーツはこういう金色で構成されていますはいえっ、ー、とこれは先ほどの、えー、とこの箱の横にありますけどこんな形ですね はいえー、こんな形でな、えー、と体の中ですね中のボディはこの金色のパーツで作る形になっておりますはいあとですねこれが先ほどの羽半分の羽ですねはいあとはですねやっぱりマジンカイザーマジンガー Z についてはちょっとこれ途中まで作っているんですけど、えー、こんな感じですねで頭の上は えー、当然これファイルダーオンになるので、はいえー、こんな感じですね、まあ、これを畳んで、はい、羽を畳んで、えー、こちらの方にドッキングと、はい、ドッキングって形ですねはい、はいえー、こんな感じですね はい。でですね、えー、っと、今回これについては、えー、っと、綺麗に皆さん、えー、っと、まあ、他の方は、えー、パーツの継ぎ目を消して、で、えー、っと、塗装をするんですけど、私の場合は完全に素組みって形で組み立てようと思っております。なので、ちょっと顔ですね、顔のこういう部分は、えー、っと、シールを使ってます。はい。 えっとですね、ま、すぐみでもこんな感じの顔で、えっ、ー、と、色分けされておりますので、えっ、ー、と、このまま素組みで組み立てていこうかなと思っております。で、ただ、これはあの、バンダイのプラモデル、ガンダムシリーズでもそうなんですけど、こちら説明書になります。ここにですね、えっ、ー、と、同じですかね、カラーガイド。あの、バンダイのプラモデルはみんな説明書にカラーガイドっていうのがありまして、えー、こんな形で、 えー、この原作に近い色合いにするにはこういう追加塗装をし,てした方がいいですよって形で載っております、まあ、ただですねこれライトグレーなんかもそのまま、えー、と売ってるものをそのまま使うんではなくて、えー、と何かと何かを何パーセント何パーセントで掛け合わすと原作に近い色ですよっていう形で載ってますので えーともしですねもうちょっとこう原作に近い形で組み立てたい人は、えー、とこのカラーガイドを参照して買ってみてくださいあとはですねちょっとやっぱりあのこの色を合わせてっていうのは瓶で売っていてあの掛け合わせて塗装する筆で塗装するんですけどちょっとそこまではっていう人に関してはえっ、ー、と まあこんな形で、えっ、ー、と、私いっぱい持ってるんですけど、えー、ガンダムマーカーって形で売ってます。はい。これはですね、えっ、ー、と、開けると、まあ、こんな形で平たーくなってます。まあ、これ、カチャカチャってやって、このペン先をキュッキュッとあの押すとですね、えー、塗装が出ます。まあ、ただですね、これ、えっ、ー、と、水性かな あの場合によったら結構弾きますので、まあ、アルコール系塗料ですねとは言いつつも結構これ弾くので、えー、っとその場合はまあ重ね塗りしたりとかあとはですねちょっとこちらのランナーのまあ油をですね取ったりして塗っていただければなと思っておりますあとはえっとですねこういう墨入れとかですね はい、ガンダムマーカーの墨入れっていうのがありまして、はいえー、ペン先がこういう細くなってるやつですね、まあ、何に使うかっていうと、まあ、こういうあの顔ですね、まあ、こういう口の部分であったりとかあとちょっとこの墨入れでも何種類かあるので、まあ、こういうところですねちょっと墨入れとかして、えー、っとメリハリをつけるといったことが、えー、できますといった紹介になります。 まあ、あの瓶でね、筆で塗らなくても、こういうものが売ってますので、えー、こういうもので、まあ、塗装を、えー、塗って、メリハリをつけるのもありかなと思っております。今回私については全く何もせず、えー、素組みで組み立てます。はい。なので、えーっとまあ、どういう形になるかな、どういう出来栄えー、になるかなっていうのを、えー、っとちょっと今回は開封編ということで、 えっと、あとランナー紹介って形で紹介しますので、また次回の動画でですね、えっ、ー、と、プラモデル実際に素組みしたらこんな感じですといったものを載せようと思っております。えっ、ー、と、あとですね、私に関しては SD ではなくて、このクロスシリーズ CS モードの方で組み立てていこうと思っております。その辺も次回の動画でお届けできればと思っております。はい、以上となります。 えーてるてる百貨店でした。バイバーイ。